ただきよろしくお願いします。さあ、2人でね、やっていきたいと思いますけども、はい、ね、今回は横浜家系鈴木屋下長屋2号店ということで、あ、家系訪問 TV の方で、あ、それがですね、ちょっとご覧ください、はい、こちら、はい、とりあえずですね、ブルーラインの下長屋駅からこと徒歩13分ぐらい歩くんですけども、はい、こちらがですね、あの小安、まあ、神奈川区の小安に本店があって、あ、はい、まあ、2店舗目なんで2号店。小安の方行ったことあります、僕。え、マジ？ありますあります。あ、はい、そうなんだ。そうなんですよ。まあ2号線にあるから2号店っていうかもしれないけど、母体はね、とりあえず完全にこう家系のお店ですよね。まあそうですね、もう看板の感じも含めてね。そう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 、完全に。で、まあちょっと食券見ていきますけども、はい、こちらですね、基本ラーメン、小豚ラーメン、汁なし、豚骨醤油、各種種豚増しとトッピング類などがあるんですが、はい、この上の段にあるものが、これ全部二郎系なんですよ。確かに黄色いしね、ボタンも。そう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 。うん、で、この下段のね、このピンク色のところが家系でして、はあ、そうなんです。家系の店だけど、二郎系の 上に食券が上に来てるっていう。なるほど、特殊な。そうそう、押してるんですよ。はあ、で、今回は中豚ラーメンというのを購入しています。おー、購入。どんなのが。こういう、こちらなんですよ。二郎じゃん。完全に二郎じゃん。ねえ、うん、クオリティすごいですよね、これね。ね、全部マシマシで、さらに麺マシをして、中豚っていうのが豚3枚入るものになりまして、はい、麺増しすると2倍になるよという。なるほど。で、コールは食券提出時に聞かれるんですけども、はい、家系の本見たいですよね。そうですね。こんな感じです。あ、豚骨醤油。醤油の角がキレッキレの一杯。まあ、ここだけでご紹介終わりますけど。いや、まあ、ものすごい濃厚な感じがしますね。そうなんですよ。はい、食べていきましょうか。はい、豚なんですけども、はい、ですね、びっくり。これなんとバラ肉に見えますけども、はい、腕肉ということで、ああ、これが一体何を意味するかというと、どういうことですか？家系豚骨醤油の方のお肉はバラ肉なんですよ。はいはいはい。だから、この二郎と家系の方って使い分けてるというこだわり。きちんと使い分けてると。そうなんですよ。なるほど。で、スープ、ね、はい、作っていきますけども、微乳化系、ほのかに甘みがあり、ま、家系とはね、ちょっと違うんですよ、またこれも。微乳化系。微乳化系です。美しい乳化系です。美しい乳化系。微乳化。野菜をね、そのスープに浸していきますが、100% もやしです。あ、100もやし。100もやしなんですよ。なるほど。はい、で、平均よりもちょっとね、短めのもやしです。細かいな。短い。もやしの長さまで。すくい方が全然違うから、本当に。あ、食べてて分かった。分かったんですよ。すげえ、はい、それ。で、まあね、ガン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 食べていきますけども、はい、野菜マシマシかマシで聞かれるけど、マシマシにするとかなりこの下の方までね、野菜がこう入り込んでいくんでね、はあ、終わらない終わらない。ああ、なるほど。野菜が、で、油ね、こう見てください、よく、ちょっとゼラチンっぽいね、ゼリンジね、ゼリンゼリンゼリン、あ、ちょっと言い慣れないから噛んじゃいました。透明化したそぼろに見えるじゃん。あ、そう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 、鶏そぼろみたいな、うん、全部油ですからね、これね。家系なのにこの味付き油、これは見たことない。まあ、家系はチーユースからね。あ、そうだよね、うん、そう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 。で、さらにね、下の方からすくうとね、野菜がさっき入り込んでいたと言いましたが、はい、熱い熱い。あ、もうちょっとほら、もう、ああああほーってなってますけど、熱さがね、もうね、ずっとね、そう、ずっと続くのよ、うん、そう。で、やっと麺に入っていきます。いよ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 いしょい、表情に麺いっちゃったけどね。平打ち麺でですね、はい、とてもすすり心地のいいツルツルヌードル。ヌードル。ツルツルヌードル。ツルツルヌードル。もちろんですが、家系とは別の麺です。いや、そうですね、もうね、作り方が。この太さとかね。はい、まあ、家系のは長田屋製麺らしいんですけど。あ、なるほど、はい。こちらはちょっと情報載ってませんでしたけども、はい、平打ち麺だとね、麺をこう切断するときに、その断面が、はい、口に触りにくいんで、ツルツル度が増すんですよ。はあ、なので、まあ、これは店主のこだわりさん、こだわり、店主さんのこだわり。こだわりにまで尊敬を。してつけちゃいましたけどね、はい、今ね、で、そのニンニクをね、はい、やはりまた上の方に乗せていきますけども、はい、まずは、ね、この粒ニンニクですよ、はい、ね、ゴロゴロとしてて二郎系のためにわざわざ準備している、はい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 、というニンニクになるんですけども、はい、まあ、食感としてね、辛みはほどほどなんですけど、はい、サクサク度が強いということで、サク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 ニンニクです。あ、サクサクニンニク、サクサクニンニク、あ、ニンニクですか、サクサクニンニクです、ここにギャバンのブラックペッパー、まあ、カクカンですね、カクカン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 、なんちゅう言い方したの、チーケーションプラスしていく、ね、パンチにパンチを合わせる、ダブルパンチ、混ぜそばみたいになってるんだ、もう。やりますけどね、これね、かなり濃い返しなんで、はい、これかけすぎは本当に注意、うん、ね、それを見越してかちょっとしか入ってないですよ、ボトルの中に。あ、そういうことなんだ。そう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 、ね、あんまりかけすぎちゃうとということだと思うので、はい、このパンチ食が絶大だということなんですが、はい、ここにさらにご覧ください、すりおろしニンニクありますね、まあ、家系ですからね、家系といえば、ね、はいはい、これが僕はね美味しかったんですよ、本当に。入れちゃいますか、入れちゃいます、もう甘みのあるニンニク、はい、ね、ちょっとその粒に比べるとまた違う、ね、デコで味が
デコで入ってるね。デコで入ってるけども、でまあレンゲでね、麺がちょっと見えないなんていうトラブルは挟みつつ、いきますか。今度またさらにニンニク酢なんて言われる。すげえな。トリプルヒット。ニンニク。ニンニクが3種類ね。もうあのスーって鼻をこうお酢の匂いが抜けるじゃないですか。あと赤星と会った人かわいそう。すいません、本当に、車で行ったんでセーフでした。あ、そうです、はい。めちゃめちゃうまそうですよね。ラーメンともちろん合わせるのは美味しいですが、はい、汁なしと合わせてもいいというのと、はい、あとここですよ、はい、始めた理由、家系なんで、はい、二郎系始めた理由、はい、これね、ラーメンフェスであの夢を語れ東京さんと隣り合わせになったらしく、はい、オーナーさんがそこでちょっとね厨房にこう修行しに行ったらしいです。あ、そうなんですか。それがきっかけで二郎系始めたというフェスで修行した。フェスで修行した。すごい。で、この二郎系宅麺もありますんで、皆さんぜひともチェックしてみてくれよな。誰誰なんか回し物みたいなことやっちゃったけどね、ちょっとね、むしろ宅麺で見つけて行ってみようってなったんですよ。ああ、もともとのきっかけは。そう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 、なるほどね、そういうことか。ということで、マシマシレベルは 89.3 ということでね、白菜なかったね。なかったかね。もやしだけども二郎系も家系も入ってないでしょ。入ってないけどね。でまあ環状2号線にあるということで、甘味屋の近くにあるんですよ。あ、なるほど。家系有名な、ね、そう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 。でもこちらもすごい繁盛してたので、なるほど、やっぱ人気店の一つということで、はい、まあ甘味を通った際はね、ぜひとも皆さんちょっとここに足を止めてですね、そうですね、見ていただきたい、見たら入っていただきたい。なんつったよ見たらということでね、いい出会いでした。いい出会いでした。いい出会いでした。そうですね、間違いない。はい、鈴木さん、あの今度家系食べに行ってくださいね。ぜひとも、はい、よろしくお願いします。ごちそうさんです。はい、そThank you.